サンティアゴ・ラモニー・カハールは、スペイン・ナバーラ県出身の神経解剖学者。1906年にゴルジと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。今日の神経科学、神経解剖学の基礎を築き上げた巨人として位置、続けられている。聖のラモニー・カハールは、父方の姓ラモンと母方の姓カハールを安堵を意味する。 意で繋げて呼ぶスペインの慣習によるものであるが、一般には母方の性のカハールのみで呼ばれることが多い。中枢神経系の構造に関して、カハールはゴルジ染色法を中心とする方法論を用いた神経組織標本の観察結果に基づき、ゲルラッハやゴルジ染色法の開発者ゴルジらによる網状説に反対してニューロン説を提唱し、 激しい論争を引き起こした。神経繊維は末端で互いに途切れることなく連続して網を形成しているとする網状説は今日では完全に否定されている。しかし、18世紀のカバゴロまでに確立していた細胞説の例外として神経系では細胞が融合して多角となっていると考えられていた時期があった。これに対してニューロン説の立場では 神経系は、ニューロンという非連続の単位から構成され、個々のニューロンは、細胞体、樹状突起、軸作という極性のある構造を有し、シナプスと呼ばれる接合部によって互いに連絡すると考える。1906年のノーベル生理学、医学賞は、盲状説のゴルジとニューロン説のカハールの二人が受賞し、全く正反対の立場で、受賞記念講演を行っている。 後の時代の電子顕微鏡を用いた実験研究によって個々のニューロンの細胞膜は互いに独立していることが確かめられニューロン説が実証されるに至り神経科学における基本的な概念となった。ありがとうございます。